どうも、マークスチャオです。前回は基礎トレでマニュアル人間にならないということを学びました。次に学ぶべきことはこちらです。成果には方程式があります。具体的には、成果というのはやる前提×やり方×やる量、この3つの方程式があります。具体的に言うと、まずやる前提、どういう心構えでやるかです。例えば車の運転とかでしたら、安全運転をしようというふうに形だったらプラスの100になります。しかし、もうルールなんて無視しちゃおうっていうふうにしちゃうとマイナス100っていうふうになりますね。なので、まずはメンタルが、これ傷つけてもいいやっていうふうにやると出される成果は全部マイナスになります。なので、いかにこの役に立つか、安全運転、車だと安全運転でやるかというのがとても重要です。では2番目のやり方は続きで。